東京競馬11レース、今日のメインレースは G3 第57回共同通信杯時の実記念です。芝 1800m、 3歳馬12頭が出走して行われます。春の大舞台を見据えて楽しみな逸材が揃いました。今年の12頭立ての共同通信杯です。東京競馬場芝コースコンディションは良、依然として強い風が吹いています。2コーナーから4コーナーの方向へ、そしてこの時間になりまして少し上空に雲が広がってきています。2コーナーの枠入りは4番シーズンリッチが収まって、最後はロードプレイヤーです。今日が39歳の誕生日、田辺博信騎手。入って12頭ゲートイン完了、スタートしました。5番タッチウッド、タイミング合いません。後方からです。さあこうなりますと先行争いどうなるか。内から3番の競泳ブリッサがわずかに出て、2コーナーから周回コースの向こう正面へと入っていきます。2番手4番シーズンリッチ、ジョッキーを抑えながら、そして外8番ファントムシーフが3番手に上がってきました。前が3頭広がるような形で先行争い、追い上げる5番のタッチウッドが4番手から3番手前3頭に並んでいきました。先団は4頭、ここでファントムシーフ先頭に変わって、これをタッチウッドが追い抜いていきました。前から5番手が6番タスティエーラ、先頭まで6馬身の位置、これを見るように内1番ダドンザタイガー、外は10番のシュタールビントで3コーナー手前です。11番ウィンオーディンは内に入れて、並んで2番のコレペティトール、後方から3投目7番シルバースペード、並んで9番のレイベリング、最後方は12番のロードプレイヤーです。3コーナーのカーブに入っています。先頭5番のタッチウッド、3コーナー手前で先頭に立ちました。リード1馬身で3、4コーナー中間、残り800です。1000m の通過1分0秒4でこれから4コーナー、2番手が8番のファントムシーフ、3番手は2馬身相手、4番シーズンリッチ外、内が3番競泳ブリッサ、5番手追走6番のタスティエーラです。先頭までは5馬身の位置、4コーナーカーブ直線コースへと向かってきます。やや内を開けてタッチウッドが先頭、リードを2馬身取りました。2番手が8番のファントムシーフで、まもなく残り400、3番手はシーズンリッチ、内から競泳ブリッサ、外からは6番タスティエーラ、追い出しに入って3番との一戦、その後ろのグループからバグンをついて1番のダノンスタイガー追い上げてきて坂の上りです。先頭はタッチウッド、まだ頑張ってリード1馬身200を切って坂を上り切った。ファントムシーフ、ダノンタタイガー、外から6番のタスティエーラも追ってきている。先頭入れ替わるか、8番のファントムシーフ、2番手バッてタッチウッドに追い込んでくる。タスティエーラ、ダノンタタイガー、2着争い、ファントムシーフ降臨。追い比べを制したのは8番ファントムシーフ、5番タッチウッド、1番ダノンタタイガー、6番タスティエーラ、これらは2着争いです。8番ファントムシーフが2番手から抜け出ました。G1 ホープフルステークスで4着の力、 G3 では上位だったか、8番のファントムシーフ、これでキャリア4戦3勝として春の大舞台へ主役の1頭として進むことになります。スタート一息、途中から先頭に立った5番タッチウッド、しかし寸前まで粘っていました。馬群をさばいて追い上げた1番ダドンダタイガー、そして6番のタスティエーラ、これら3頭が2着争いです。勝ちタイム1分47秒0、上がりはゴールまでの 800m 46秒5、 600m は34秒1、今2着は5番のタッチウッドと発表されました。3着争いが写真判定、1番ダドンダタイガーと6番タスティエーラ、この3着争いはわずかに1番ダドンザタイガーが先んじているようにストップモーションでは見えますが、3着争いは写真判定が行われます。かつて竹ホープ、皆川マンナといったクラシックホースを生んだ谷川牧場生産のファントムシーフ、春の大舞台へ向けての大きな1勝を手にしました。1着8番ファントムシーフ、2着5番タッチウッド、3、4着写真、